みんな元気に過ごしているかな。今はお家の中にいる時間も増えて窮屈な思いをしているかもしれないね。だから私たちは一緒に遊べることを考えてみたぞ。みんな楽しくチャレンジしてほしい。そしてチャレンジする前に一つお約束があるんだ。それはお家の人や先生の言うことをよく聞いて、周りのものにぶつかったり大声を出したりしないように注意をすること。わかったお友達は？はーい。よし、約束だよ。それではやってみよう。今回のチャレンジはこれだ。今日はウルトラマン体操にチャレンジしてみよう。いろいろなウルトラヒーローが先生をしてくれるぞ。元気に体を動かしてみよう。みんな、こんにちは。今日のウルトラマン体操の先生はウルトラマンタイタス。まずはタイタスがお手本を見せてくれるから、みんなはタイタスのことをよく見て真似してやってみてね。それじゃあタイタス、お願いします。ウルトラマン体操ミュージックスタート。今日のウルトラマン体操は一味違ったよね。タイタスみたいにウルトラマッスルを鍛えることができる体操なんですね。タイタスみたいに鍛えるために何かポイントはありますか？ポイントが4つあるんですね。まず1つ目はタイタスの光線アストロビーム。2つ目は下にマッスルポーズ。3つ目は腕の筋肉を見せるポーズ。そして最後4つ目はタイタスのポーズですね。この4つのポーズを覚えればいいんですね。それじゃあみんな準備はいいかな。ウルトラマン体操本番、ミュージックスタート。みんな心の準備はいいかな。タイタスと一緒にウルトラマッスル鍛えていこう。まずはかかとを上下に準備運動。1212、腕の筋肉を見せるポーズ、腹筋を見せるポーズ。隣の人にも筋肉をアピールして力をためてマッスルポーズ。パンチ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 。次はアストロビーム。畳みかけるマッスルポーズ。手をゆっくり腰に持っていって、最後はかっこよくタイタスのポーズ。みんなとっても上手にできたね。さあでもまだ終わらないよ。しっかり太ももの筋肉を鍛えていこう。まだまだ鍛えていくよ。自分がかっこよく見えるように腹筋腹筋腹筋。横にいる人にもしっかりアピール。力を合わせてみんなにマッスルポーズ。パンチ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 。次は光線アストロビーム。力を入れてサイドチェスト。縦を腰に持っていって、
最後はウルトラマッスル。みんなとっても上手にできてたね。タイタス、みんなの体操どうでしたか？うん、ウルトラマッスル上手でしたね。他のウルトラヒーローが先生をしてくれている体操もあるから、ぜひみんな参加してね。それじゃあみんな、またね。バイバーイ。